岩タバコは、岩タバコか岩タバコ族に分類される、多年草の一種。火の当たらない、湿った岩場などに生え、タバコに似た形の葉をつける。夏に、葉の間から家計を伸ばして、星型をした格子の花を下向きに咲かせる。和名岩タバコは、多くは岩場に生えて、葉の形が、タバコに似るので、名付けられたとされる。別名で、岩寺社、岩名。若葉が、 食用にできることから、古くは、岩地車と呼ばれた。花言葉は、涼しげである。日本の福島県から、関東以南の本州、四国、九州、沖縄及び、台湾などの山地に分布する。北側に面した場所など、直射日光が当たらない。湿った岩壁などに生育する。壁を覆うように群生することもあり、湿った霧同士の斜面に生えることもある。 花は美しいので、山荘として栽培もされる。多年荘。葉は、先が尖った、長大円型で、傭兵は3から15センチメートルで、翼がある。葉心は、長さ10から30センチメートル、幅は10センチメートル内外と大型で、大きなものになると、長さ50センチメートルほどになることがある。葉の質は柔らかくて、艶があり、数枚が混出する。 花期は、夏の6から8月頃。葉枝の根元から高さ5から30センチメートルほどの、花茎を伸ばし、先端に、三型果樹をつけ、淡紅色か紅色もしくは、白色の花を4から5つ下向きに咲かせて目立つ。花は星型で、直径1から1.5センチメートルほど、額と、花冠は五列して、列片の先が尖り、雄髄も5個。 果敢列片は紫色。脂肪上位、果実は細長い果てで二つに割れる。葉は冬には枯れて落葉し、新葉が縮んだ塔芽として越冬する。一株に葉が二から三枚しかつかない上、岩場のため、根が生育しにくく、繁殖力が弱い植物である。人間によって、葉がすべて採取されてしまったり、根を痛められたりすると、 その群生地での絶滅の恐れもある。外見は岩切草にも似ているが、岩切草は全体が難毛に覆われていて、花の五列した花皮片の,片の裂片の先は尖らないので区別できる。若葉は食用にされており、ほろ苦い食味がある山菜として喜ばれている。若葉を軽く茹でて、水にさらした後、汁の実、お浸し、佃煮など、ほろ苦味を楽しむ。 山菜料理として生かされたり、洋面の水気を取って、天ぷらとして調理される。昔から食用として利用されてきたが、これまでのところ成分を調べたものはなく、歯の苦味は、神経の働きで胃液の分泌を盛んにし、消化促進や、食欲増進に役立つと考えられてきたことから、組見医薬として活用されている。開花期の7から9月頃にかけて、歯を採取して、 水気を取り、日干しにしたものは、生薬となり、クオキコケと呼んでいる。クオキコケをついた治療にして5グラムを、約 600cc の水で半量になるまで煎じて、食後に飲むと良いとされ、食べすぎや飲みすぎによる胃もたれや、胃の働きが弱った時の食欲不振に効用があると、言われている。ありがとうございます。